スイスの地方自治体地図スイスの基礎自治体では、スイスの基礎自治体について説明する。スイスでは、基礎自治体はドイツ語で、ゲマインで、フランス語で、コミューン、イタリア語で、コムーネ、ロマンシュ語では、バイシュナーンカと呼ばれる。2017年現在、スイスには2255の基礎自治体がある。そのほとんどは、数百人程度の人口であるが、チューリッヒやジュネーブのような大都市も、 法的には基礎自治体である。基礎自治体の面積は0.32平方キロメートルから439平方キロメートルまで大きな幅がある。各州により、教育、医療、社会福祉、公共交通、町税等の基礎自治体の権限は異なっている。中央集権下の度合いも関東により異なっている。各基礎自治体は行政組織としての市町村長をトップとする。 委員会と立法府としてのタウンミーティングによって統治されている。ほとんどの関東では大きな基礎自治体には議会を設置する権限を与えている。関東によってはスイスに一定期間以上居住した外国人にも地方自治に参加する権限を与えている。スイスの国籍は各基礎自治体の市民権に基づいている。全てのスイス人はどれか一つまたは 複数の基礎自治体の市民である。基礎自治体の財政は所得税のような直接税によって賄われ、その税率は場所によって異なるものの関東によって設定された範囲になっている。多くの基礎自治体は行政サービスを維持していくことが困難になってきており、歳出を減らす努力として多くの自治体が合併や特別行政区の設置によって行政サービスを統合している。 各関東政府はこの再編を支援しており、統合を選ぶ自治体は増えつつある。市と呼ばれるのは1万人以上の人口があるか、中世からの独自の都市圏を持っている基礎自治体である。それより小さな基礎自治体には特別な区別はない。基礎自治体にはスイス連邦統計事務所によって統計コードが割り振られている。また郵便番号が各自治体に割り当てられているが、 一つの基礎自治体に複数の番号がある場合や、いくつかの基礎自治体をまとめて一つの番号に割り当てている場合もある。ありがとうございます。